Hey guys! How's going? こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回はですね、私が実際に体験した死にそうになった、本当マジで怖かった話をですね、お話しさせていただけたらいいなぁなんて思ってます。まあ車系の YouTuber をさせていただいているんですけども、まあ、車系だったりとか、メイクやらせてもらったりとか、まあいろんなことやらせてもらってるんですけど、基本はなんか車系が多いじゃないですか。なので、車系の YouTuber としてですね、これで皆さんの注意喚起というかね、まあ、こういうことがあったから気をつけてほしいっていう話を、させてもらえたらいいなぁなんて思って、今回はカメラを回しております。実際に私が体験した内容です。よかったらね、最後までご覧いただけたらありがたいなと思います。まず一つ目なんですけども、2009年とか2010年あたりにトヨタのなんかアメリカでさ、暴走して止まらなくなっちゃうっていう事故があったっていうね、記憶に残ってる人もいれば、そんなの記憶にそんなことあったっけってね、記憶からね、なくなっちゃった人もいるかもしれないんですけども、実はですね、それよりもかなり前、今から17年ぐらい前ですかね、2004年ぐらいですかね、私もそのいきなり車が暴走するっていうことをですね、実体験したことがあります。で、理由はね、どういうのでそういう風になってしまったのかっていうのも分かったし、まあ実際トヨタのその暴走事故と内容は同じなんですけど、意外にですね、マットが、足元に敷くマットってあるじゃないですか、あれが原因で車が暴走するっていうことがあります。その時に私が暴走を体験した車っていうのは何年式だったかな、パサートっていう、フォルクスワーゲンのパサートっていう車だったんですけども、私がまだ車屋さんで勤めた頃にね、修理で入ってきて、車検かな何かで、で試運転で外に出て行ったら、その暴走事故に遭ってしまったんですけども、まあ、事故までにはならなかったけど、暴走して あわや死ぬかと思った。本当マジで死ぬかと思った。川に飛び込むギリギリでなんとか止めたんだけど、まあ、それをですね、ちょっと今再現しようと思います。はい、これはね、そのパサートとは違う車なんですけども、車のペダルはですね、大きく分けて2種類あります。こういう吊り下げ式のペダル、吊り下げ式って上からね、こう吊り下げられてるような形のペダル、吊り下げペダルっていうものと、今画像で出てるかもしれないんですけど、クラウンとかがトヨタの高級車とかが結構採用してたりする、オルガンペダルっていうね、オルガン式ペダルっていうのがあるんですけども、この大体2種類に分かれます。フォルクスワーゲンのね、そのパサートもこういう同じ吊り下げ式のペダルで起きた、こういうね、吊り下げ式だったんですけども、これね、前乗ってた B クラスのマット、この MW がねマットがついてなかったんで、はい、まあ急遽これをね使ってます。で、このマットがですね、30ぐらいになってたんです。30。それではね、その時の状況を疑似的にね、再現するためにマットを何枚か重ねてみたいと思います。ちょっとこういう危険性があるんだよっていうのをね、知っておいてもらえたらと思います。まあ、適当にね、マットを、まあ、3枚ぐらい重ねて、実際にね、どうなるのか、この状態で。普段はね、こう、アクセルを踏んでも普通に、なるんですけども、ある時ですね、そのマットの位置があまりいい位置じゃなかった場合、アクセルがね、戻らなくなる場合があるんですよ。今分かりました？これが戻らなかった、まあ、これペロンってめくれて戻ったからまだ良かったんですけど、これがマットがね、このマットとかに引っかかっちゃって、位置がちょっと微妙かな。さっきなったと思うんですけど、もしここに足があったら、アクセルを離したとしても、ペダルが戻ってこなくなっちゃうんですよね。
じゃあエンジン止めます、うるさいんで。今となってはね、実際に体験してどうしてそうなったのかっていうのが分かっているから、マットが何枚も敷いてあったら避けるとか、そういったね方法が取れるんですけども、当時22、3歳ぐらいだった私にはですね、そのマットがアクセルペダルに引っかかってあんな風になるっていうことは想定もしてなかったわけですね。お客さんの車で外に試運転に行ったらですね、いくらブレーキを踏んでもアクセルがこう煽られちゃってるんで、うわーって加速してですね、あわや川に落ちそうになりまして、まあガードレールの先が川っていうね、まあ落ちて川みたいな感じになりそうになってですね、もうお客さんの車だろうが何だろうがね、まあ壊すのも嫌だし、とにかくブレーキを踏んでサイドブレーキも引っ張って、サイドブレーキ足だったかなサイドブレーキも引っ張ってニュートラに入れて、でブレーキ踏んでパーキングにもう思いっきり突っ込んで、でエンジン止めてっていうね。で原因がその時分かってないからさ、もう一回エンジンをかけてみるんだけど、もうエンジンかけた瞬間からうわん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 っていう状態なわけですよ。どういうことなんだろうと思って、外車だから急に壊れちゃうのかなみたいな何本か前の動画でね、ミニクーパーの修理をさせてもらったんですけど、まあ日本車じゃ絶対壊れないようなところが壊れたりしたわけじゃないですか。やっぱり外車ってそういうところあるんで、だから急になんかそういうところが壊れちゃって、このワン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 ってなっちゃってるのかなみたいな、常にアクセル全開になっちゃってるのかなみたいな。でね、ボンネット開けて見てみても何も異常がないし、いや弱ったな、どうしたもんかななんて思って運転席戻ってですよ、もう一回何回かこうエンジンかけてもワン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 ってなっちゃってみたいなのを繰り返してね、足元を見てみたんですよ。ふと足元を見てみたらですね、アクセルペダルが戻ってきてなかったんですよ。あれなんでみたいな。でマットに引っかかってるっぽくってさ、そのマットから剥がしたらなんてこったない、ただマットに引っかかってただけだったっていうね。本当にさ、東大元暮らしなんですけど、実際その状況にね出くわすと、整備やってる人間なのにもうどうしたらいいか分かんなくなっちゃうんだよ。まあね、それで死にかけたっていう話なんですけども、まあ、新卒の方とかでね、4月に車を購入して、まあ、5月今ぐらいになってくると、だん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 自分色にね車を染めたいなとかね思う方も多いと思うんですよ。最初の時はまだ来たまんまで何もいじらなくって、だんだん芳香剤を買ったりとか、ミラーを変えてみたりだとか、ハンドルカバーつけてみたりだとか、まあマットもその中の一つだと思うんですよ。下にね、まあ可愛いマットを敷いてみたいとか、あとはマットが汚れるのが嫌だからゴム製のマットを敷いてみたいとかね、そういう方いらっしゃるかと思うんですけども、どちらかというとその親御さんの方が私のチャンネル見てくれてる年代が高いので、親御さんの方が多いかもしれないんですけども、まあ、実際そういうことがありましたよって、まあ私は死にかけました。なのでね、たかがマットかもしれないんですけども、命を落とす可能性があるので気をつけてほしいなって思います。さあ、これはですね、ケース2。まあ私も昔経験したことあるんだけど、これ実はですね、昨日ハニーさんにですね、私マットで死にかけたことがあるんだけど、この話を、まあ、皆さんに注意喚起っていう形で視聴者さんに話したら需要あるかななんていう話をしてた時にね、私も実はあるんだってハニーから聞いて、ペットボトルが入っちゃって挟まっちゃってブレーキが効かなくなったっていうことです。これも吊り下げ式のペダルによくあるあるなんですけども、ちなみにこれ撮ってるの5月の4日なんですけども、観光地に行ったりとかね、これから暖かくなっていろんなところに出かける方も多いと思うんですけども、車の中でねいろんな飲み物を飲んだりとかすることって多いと思うんですよ。ペットボトル飲料とかもさ、夏に向かってさ、なんかいろんな味の飲み物が増えてくるわけじゃないですか。もうそんなね、ペットボトルが下に落ちてしまった時、ペダルの下に、ね、挟まるっていうことがあるんですよ。さっきはね、アクセルが戻らないっていう現象があるっていう話をさせてもらったんですけど、今度はブレーキがかからない、踏めないっていう状況なんですけども、まあ、これどこにでもある多いお茶のねペットボトルなんですけど、こういうねペットボトルがブレーキの後ろに転がってっちゃってですね、これはね隙間が広いので引っかかりませんが、まあ、こういう状態ですよね。これで踏めなくなっちゃうっていう、ペットボトルが引っかかってしまってそんなことあるんかいなんて思うかもしれないんですけど、意外にあるんですよこれ。後ろのペットボトル潰せればいいんですけども、
こうやって中身が入ってたりするとき、空気っていうものは潰せるんですけども、液体ってものは潰すのがなかなか難しいんですね。なのでそういった場合、ブレーキが本当にかけられなくなってスピードがねすごい出てる場合とかだと、とてつもなく危なかったりするので、まあね、多いお茶でも何でも構わないですけど、その飲み物がね最後の晩餐になってしまうようじゃちょっと悲しいと思うので、車でね飲み物を飲むことは悪いことではないと思うんですけども、その飲む時とかねなんか気をつけて、でもしドリンクホルダーがなければちゃんとドリンクホルダー、まあ、500円とかさ、100均とかでも売ってるじゃないですか、まあ、100均でもいいしね、そういうところでドリンクホルダーをまあ買ってつけるとか、車に今ドリンクホルダーってすごくたくさんついてると思うんですよ。昔の車と違ってね、たくさんついてる車多いと思うので、まあ、そのドリンクホルダーに必ず入れてあげるとか、そういった形でね安全にね楽しく、はい、車を運転できたらいいなと。今回はですね、注意喚起も込めてね、はい、2つ紹介させていただきました、役に立つかどうかは分かりませんが、ちょっとでもいいなと思ったらですね、高評価またはチャンネル登録よろしくお願いします。それからね、 Twitter、Instagram、TikTok などいろんな SNS やってますので、よかったらそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。またね。